内藤さんで完璧です。完璧です。めっちゃいいんですけど、ちょっとね、なんか内藤さんらしさが足りないっていうか、そうですね。セリフ変えましょうか、セリフ。セリフ？うん。今、おい誰か言ってないですか。内藤さんらしく、ジャンボ誰か、これでいきましょう。ジャンボ誰か、はい、いきますよ。え、いきますね。え、はい、シーン2、テイク2、3、2、1、アクション。ジャンボ誰か、さあ、ということでね、寸劇から始まった今回の同学校ですが、あのね、ゲスト、最初のね、出演してもらったこちらの方が来てます。ちょっと待って、映ってます？映ってます。ジャンボビート内藤です。お邪魔します、先生。今日は内藤さんがね、はるばるもう名古屋から、名古屋ですね、名古屋から来てくれたんで、はい、まあ僕の方はもう正直、オープニングで全力出して撮り終わった感あるんで、これからもう内藤さんの遊びを僕がちょっと撮影背景、はい、映しながらやるみたいな感じでやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあ、てなわけでね、始まったコラボ企画なんですが、ちょっとね、残念なお知らせがありまして、内藤さんとのコラボもうね、面白すぎてね、僕映像全然撮るの忘れちゃって、もうね、後でハードディスク見返したら唯一ね、残ってた映像もうこれぐらいなんですよね。はい、じゃあ先生、はい、ありがとうございます。こちらこそ。先生のチャンネルは今、もうこれ完璧に内藤さん締めに入ってますからね。ですのでね、今回はもうストーリータイムにしましょう。具体的にはですね、僕と内藤さんがね、どうやっていかにね、今回のコラボに至ったかっていうのと、あとはね、実際コラボしてみて内藤さんね、どんな方だったかっていうの、これね、皆さんにシェアしていきますんで、まあね、そんな感じでもう今回はね、ストーリータイムでいきましょう。で、ほんとね、もう一番最初に戻ると、確かね、きっかけはたった一つのね、コメントだったんですよ。で、そもそもね、僕がこの同学校っていうチャンネル始めたのが確か2年前のね、年明けぐらいだったかな。でね、それから数ヶ月後だからね、まだチャンネルも始まって間もない頃ですよ、一つのね、コメントが来まして、それがね、内藤さんからだったんですね。で、まあそのコメントはね、普通にやり取りして、で、その後ね、僕内藤さんのチャンネル、まあ何の気になしにこうクリックしてみたら、ちょうどね、その頃内藤さんがね、新穂高っていう場所に星を撮りに行くみたいなね、動画をね、上げてたんですよ。で、僕ね、今岐阜県の飛騨高山っていうところをね、拠点にしてるんですけども、こっからね、この新穂高まで車でね、1時間歩かないかぐらいなんですね。で、それ見て、おお、おもろいな、こんなところで星撮れるんやと思って、で、それから僕もね、内藤さんのことちょっとね、ツイッターとかでもフォローさせてもらったりしてたんですね。まあだからね、そんな感じできっかけはね、コメントから始まったんですけども、実はね、それからね、少しして内藤さん、このね、同学校チャンネルにね、大いなる転機をね、もたらしてくれてはったんですよ。で、確かね、その年の終わりぐらいかな、またね、内藤さんから YouTube のコメントで、ちょっとね、ライティングについて特集してくれませんかみたいな、お話が来たんですね。でね、その頃ちょうどね、僕もね、あ、なんかライティングについてやりたいなと思ってて、動画ね、3個ぐらい作ってあげたんですよ。そしたらね、ありがたいことにね、なんと内藤さんご自身のチャンネルでね、それ紹介してくれまして、バズったわー、いやー、バズったわー、あれね、めっちゃバズったわー。もうね、要するに内藤法言うんですかね、今でもね、Google アナリティクスでね、統計見ると、もう内藤法めっちゃ分かるからね、あ、ここ内藤法あったわ言うて、でね、コメント欄でもなんか内藤さんのチャンネルから来ましたみたいな、ポン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 来て、でね、そのライティング動画、正直今でもこのチャンネルでかなりね、トップクラスで再生されてる動画なんですよね。だからね、もうほんま、動画作るきっかけくれた内藤さんにはね、もう感謝しかないっすわ。はい。でね、それからね、ちょいちょいね、コメントでもぜひ内藤さんとコラボ見たいですみたいなね、ちょいちょいあって、でね、それで今回そのコラボを実現したのが、この立役者がいまして、中西さんという方なんですね。で、この中西さんね、もともと僕と仕事でね、つながりがあって、で、結構打ち解けて、今度高山来てくださいよみたいな感じでね、来ることになってたんですけども、で、この中西さんが実は内藤さんがね、主催したイベントにも以前行ってたみたいで、それからね、話が結構トントン拍子で、なんかこう、まあ、中西さんがね、立役者で活躍してくれたからなんですけども、なんか分かんないですけど、今回コラボすることになりました。で、皆さんね、内藤さんどんな方か気になってる方も多いと思うんですけどもね、
もうめっちゃね動画のままっすわ。ほんまにもうねほんまいい人。多分ね皆さんのイメージしてる内藤さんのいい人さ加減を10倍して2で割って3足して130億かけたぐらいのいい人っすよほんま。しかもねなんかねこう映像への、ね、情熱がね本当にね熱くて、例えばね今回もあの僕オープニングのシーケンスで結構手洗い演出してますよね。内藤さん銃で殴ったり、内藤さん車の中に押し込んだり、でもねやっぱりね内藤さん映像に対する、ね、情熱熱くてもう全然ね何回でもやりますみたいなね、もうすごいこの人いい人やな思いながら何回も車の中に詰め込んでましたね。あとねそれで言うと内藤さんあのねめっちゃ演技うまない？うますぎでしょ。もうオープニングのねジャンボ誰かとかあんなシリアスな顔で言える普通ね。もうねもう僕あれカメラの後ろで大爆笑してましたもん。まあねもうそんな感じで本当ね内藤さんいい人 で映像への、ね、情熱があって、しかもねこう演技がうまいっていうねもう素晴らしい方だったんでね、皆さんぜひね、まあほとんどの方も内藤さんのチャンネル知ってると思いますが、まだねもし万が一まだね内藤さんのこと知らないという方がいましたらね、こちらのね内藤さんチャンネルぜひチェックしてみてください。ちなみにね内藤さんの方でもね僕とのコラボ動画上げてくれてるので、こちらもねまたなんかおもろい感じになってるんで、ぜひねそれも見てください。まあね、まあそんな感じで今回の動画ね、なんかもうオープニングだけがっつり撮って、そっからねすぐに失速するという、なんかもう虚弱体質の短距離走者みたいに、ね、なっちゃったんですけども、でもね、まあ、内藤さんのね人柄とかねいい人だっていうのはね伝えられたかなと思いますね。でね、実はね僕今年からね結構あのアウトドア系の遊びとかも始めてて、でねこの飛騨高山本当ねもう外遊びのね宝庫というか、もうねどんだけでも遊べるんで、まあ、もしねまた何かのきっかけで内藤さんとね遊ぶことがありましたら、それはねぜひ動画にして皆さんにねお届けしたいと思ってます。まあ、ということでね今回の動画ここはここまでとしましょう。どうせなんでねエンドロールでも流して終わりにします。またバイバイ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。またぜひ。